おはようございます、あるいはこんにちは、もしくはこんばんは。ルリコブックス共同通信の文芸記者2人でおすすめの本を1冊だけご紹介します。安藤涼子です。平川翔です。今回おすすめするのは間宮海さんのここはすべての夜明け前という小説です。はい、この小説はデビュー作なんですが、です、ね、早川の SF コンテストというところに応募された新人賞の、はい、いわゆる本賞ではなくて特別賞を取ったもので、まあ、ただちょっと非常に面白いというか尖ってるというか、うん、新しいということで、昨年末に早川が出している SF マガジンっていう雑誌があるんですけど、そこにまず載って、そこでちょっと多分 SF 好きの方々の中でざわざわっとし始め、で今年になって3月に本になって、でその辺でなんかこれは結構どうもすごいぞという話になり、っていうので今を迎えていてですね、まあ、ここからさらにもう一跳ねするかしないかはわからないんですが、作品としては全然してもいいクオリティと面白さだと思うので、先物買いをぜひと思いまして、ご紹介を。ただ SF と言いながら本で言うと薄い、そんなに長くない120ページぐらいで終わる、はい、かつひらがながものすごく多いので、はい、ちょっと最初は読みづらいと思います。大人はやっぱりひらがなが多いには、まあ、理由があるんですね。まあ理由があるんですけれども、はい、舞台は一応これ九州ということになっていて、著者の方は大分のご出身らしいのですが、まあ、なんとなくそんなちょっと九州の田舎感がある場所で、たまにちょっと福岡の病院に行ったりもするんですけど、物語としては2123年、つまり100年後から書かれているという感じなんです。なるほど、はい、で100年後に生きてる人が100年前ぐらいの話を思い出しながら書いてるっていう設定なんですね。で主人公の人は女の人なんですけど、25歳で止まってる。まあ、なんで本当は125歳なんですけど、はい、見た目は25歳、はい、というのが、まあ、25歳の時に機械になる手術みたいなものを受けて、見た目が変わらない、まあ、ある種体が機械化していると、うん、なので家族はもうすでにみんな死んでしまったと。で恋人も最近死んでしまったというので、地球はちょっともうあんまり良くないことになっていてみたいな、まあ、話なんですけど、まあ、これぐらいだと別にまあなんかありそうな気はするじゃないですか。そうですね、設定としてはねその100年後とか、はい、でこれの作品の面白いのが、はい、なんで自分がそういう手術を受けたかみたいな、うん、まず話があるんですけど、この人は上に兄弟がいて、自分が確か末っ子とかなんですけど、自分が生まれる時にお母さんが確か亡くなってしまう、まあたまにそういうことってあるじゃないですか、はいはい、ゆえに割とその上の兄弟からお前のせいでお母さんが死んじゃったみたいにうっすら思われている。とうんうん、でお父さんも、まあ、多分ちょっとそういう思いを言わないけど持っているという感じで、まあ、すごく窮屈なというか生きづらい感じをまずもともと持っていて、うん、でかつお母さんに似てたんですねその人は。だからお父さんにとってはお母さん代わりみたいな見方を途中からされみたいな、お父さんとの関係というのが、まあ、非常にそれゆえにっていう SF ではあるんですけど、うん、非常に今風の家族小説というか、なるほど、嫌な感じの家族の問題をちょっと凝縮したような設定の家に生まれていて、はい、それはだから100年前の、ね、100年前の話ですね、うん、でまあ私も出身が九州なのでなんとなくイメージがついちゃうというところもあるんですけどまあフィクションですけどね、はい、なのでずっと自己肯定感が低いっていうんですか、今風の言葉で言うと、はい、まあそういう人だったので結構死にたいというか起死燃料があって、うん、で死ぬぐらいなら手術を受けろみたいな話になんかなっちゃって、手術を受けるんですけど、そうすると、まあ、見た目はほとんど変わらなくても機械になるんで手足とかが冷たいというか、まあ、人の温度ではなくなるらしいんですね、どうも。なるほど。でそうするとあれだけ手術を進めてた、で昔は触られると喜んでたお父さんが急にお前はなんか冷たくなったっつって、なんか冷たくな、なんかすごい態度が変わるとかですね、すげえ嫌な感じのそれは AI になったってことではない？ AI ではちょっと、まあそうですね、脳は多分昔のままというか、あ、そうなんですね、体が機械化する。なるほど。っていうことがまず起きて、はい、とそのお姉ちゃんに子供が生まれて、うん、その子を可愛がってたらだんだん成長します、うん、でそうすると自分と同い年ぐらいになっていく。で実はその恋人っていうのはその子なの。
で、はあ、それをお姉ちゃんは信じられない、何それみたいに言ってめちゃくちゃまあ憤慨するわけなんですよ。うん、でも実は逆にだんだん恋人の方が年を追い越してしまって、最後は25歳とお年寄りみたいな感じになって、その恋人が死んじゃうっていう。SF ってよくある、もしこうだったらどうだろうっていう、まあ、思考実験じゃないですか、はい、そのディテールが一つ一つが、うん、はあそうなったら確かにそうなるかもなみたいなのがすごくよく描かれていて、うんうん、結構ダークですね。ダークですね、しかもそう、うんうん、そのひらがなっていうのは、これは実は多少開かれた解釈ではあると思うんですけど、はい、まあ、この人がじゃあ100年経って家族がいなくなってちょっと地球も危ないみたいな時に何しよっかなっつって昔のことを思い出して家族史を書いてるっていう、まあ、そういう設定なんです。なるほど。でしかもそれは手書きなんですよ。まあちょっといろいろ事情があって、はい、で手書きゆえになぜか分かんないですけど漢字は疲れるみたいな、そういうまあ一応ことがあったりもして。じゃあ文体は普通の文体な、一人称なんですかね。そうですね、一人称ですね基本。で私は私なんですけど、はい、私に名前はない、ないというか、うんうん、全部ピーってなっちゃうんですよ。あの人から自分に話しかけられるときは長棒でピーってなってる。ちょっとノスタルジックなそういう壊れかけの機械の感じではあるわけですよね。まあ、古びた機械のということですか。のがまあそういう雰囲気もすごくうまく出てるし、もう一つだけ言うと、その手術を受けるんですけど、その融合手術ってこの中では言われるんですけど、まあ、融合手術は進んだ先進的な病院でしか受けられないから福岡の病院とかに行くんですけど、この人はでこの世界ではある時期そういう手術が流行るんですね。流行る。ところがその後にもっといい、もう生まれた時からなんか遺伝子操作みたいなものでっていう更新の技術が出てきたりして、うそうするとちょっと古い技術みたいになるわけですよ、これを受けた人は。だったり、結構これちょっとネタバレチックではあるんですけどプラスそのなんそういう手術を受けた人がたまたま一度犯罪、まあ要はニュースで流れるような凶悪犯罪を犯してしまって、犯人が本当か嘘かわからないけどそういう手術を受けて頭のちょっと何かがおかしくなってみたいなことを供述してしまうんですね。それによって一気にそういうイメージがついちゃって、はい、もうその手術誰も受けなくなるんです、はい、その融合手術を受ける目的は長寿なんですか、はい、まあそうですね。っていう、まあなんか確かに今のこの時代が進んでとか思考実験をするとそうなるとそうなるなとか、非常に一つ一つが面白く、その100年後の世界はあまり語られず、はい、一応最後の方に出てきて、まあなんかどうもやっぱりシェルターがどうとか、うん、地球をこれは脱出しないといけないんじゃないかとか、まあまあそういうなんか感じにはなってるんですけど、はいはい、なるほど。だからそういうその SF 的な話と、まあ、割とドロドロのというか閉鎖的なというか家族の在り方みたいな、その中で置かれたまあ女性の立場みたいな、なんかそういうものがすごく融合していて、著者は若い方なんですか。92年生まれとだけ、なんか本業はなんかシナリオライターみたいなことされてるとだけ出てましたけど、これそのジャンルがまあ一応 SF というか、はい、でかつ早川なので多分これがいわゆる純文学の章にかかることは多分ないんだと思うんですけど、うん、ジャンル的に、うん、ただなんかボリューム的にも内容的にも、うん、なんていうかその芥川賞とかと並べてあんまり遜色ないというかですね。そうですね、ちょっと読んでみたくなりますね。読みにくそうですね。そうですね、最初だけちょっとひらがなうざいなっていうのだけちょっと頑張ってもらえる、はい、10ページぐらい読むと慣れてきます。登場人物っていう意味ではもう本当に、まあ、私と、うん、まあまあ、家族がいっぱい割と何人かいるので、うん、綴られる中に出てくる、はい、ということなんですね。そうですね、面白そうですね。というわけでおさらいで、はい、間宮海さんのここはすべての夜明け前をおすすめしました。早川書房から出版されていますので、よかったら読んでみてください。はい、今日もうるうるっとした一日をお過ごしください。